前半の2分を過ぎています。伊達に突っ込んできてシュートに決まった。14番の谷春かプレーとなります。シュートに来た。ここは2点狭いところ。13番の北原由美、ここはナイスディフェンスでした。さあスタート。ここワンハンドでよく取った。シュートに決まった。10番の高石佐藤に考えていいですかね。そうですね、はい。そして青レポー高い。そして走っていくパスが繋がる。シュートに行く。ノーマークだった。27番川島エリーパッシュの動く。そして枝に当たってゴールキーパーにが触ってゴールライン、ね、この辺り大沢直美非常に落ち着いています。動いてくる。その上からシュート決まった。徳永千尋。7番の服部咲希。さあどうだ。ムンスジョン決まりました。決まりました。同点。引き分けです。27対27。